東京都内のホテルで行われた茂木派のパーティー、出席した岸田総理は、茂木氏がこれまで経済産業大臣や外務大臣など、要職を歴任してきたことに触れ、次のように述べましたこうやって考えますと、あと残されているこの、まあ、国の重要ポストっていうのは、あと一つぐらいしか残ってないんではないかなと思いまして。 えー、複雑な思いをいたしましたが、しかし、私もまだ就任して2か月でありますので、ぜひ、まあ、茂木会長には、引き続きあの政権を支えていただきますよう、よろしくお願いを申し上げます一方、安倍派を代表して挨拶した安倍元総理、岸田総理と茂木氏とは当選同期だとして、こんなエピソードで会場を沸かせました。 同期一番の男前は岸田文夫とこう言われていました、そして同期一番の、一番頭がいいのは茂木利光、そして一番性格がいいのは安倍晋三とこういわれて <laughs> 茂木氏は茂木派の所属議員一丸となって日本を前に進めると述べ、主要派閥の一つとして岸田政権を支える考えを強調しました。